お疲れ様です。帰宅部だ。お邪魔します。いえいえいえ、こちらこそよろしくお願いします。出たかったんですよ実は。一緒に帰りましょう。お願いします。エゴサしたら僕ショウヤンっていう役だったんですけど、俺もめっちゃ嫌いって思ってアニメも好きなので、さて僕はですね、異世界で主人公が最強で、ほのぼのしてるスローライフが大好きなんですね。コメッチさんがね、カメラから外れた瞬間とかやって、止めてもらっていいですかとか言って、本日はですね、僕の独断と偏見により、僕が大好きな社員の皆さんを引き連れてお送りしております。 M 君、 M さん、青木さんSNS 普段結構やりますか？僕ね、ハンサムの公式の TikTok の動画編集したりしてたんですよ、実は。だから結構 SNS は触れる機会が多いかもしれないですね。コメントとか結構読む派ですか？あー、読みます、うん、僕ストーリーとかも見ますし、DM も全部読んでるし、届いたお手紙も見てますし、ちゃんとエゴサしますよ、はい、あ、エゴサする。あ、僕結構好きですね。あ、みんなこんなこと言ってるんだっていう、なんか、うわ、嬉しいねとか思って、あ、ここ、あ、同じこと思ってたとか慣れの果ての僕らっていう作品に出た時に、マジでエゴサしたら、僕ショウヤンっていう役だったんですけど、ショウヤン嫌いっていうのばっかり出てくるんですよでもめっちゃ嫌われる役だったんで、だから役にね、そう、入ってるってことですもんね。役冥利に尽きるなと思って、僕は超嬉しかったですよ、ショウヤン嫌い、俺もめっちゃ嫌いって思ってじゃあ自分が出てない作品はドラマとか映画とか普段ご覧になったりしますか？見ますね。知り合いが出てたり友達出てたりとかしたら見ますし、逆に自分の気になる作品とかも結構見ますし、そのドラマも映画もアニメも好きなので、結構多分ずっと見てるかもしれないですね。アニメは特に好きな作品ありますか？さて、僕はですね、早口になった。異世界で主人公が最強でほのぼのしてるスローライフが大好きなんですね。だからちょっとなんだろう、スポコンとか情熱みたいなのじゃなくて、何にも起きないこういうのが大好きなんですよ。なんか今日戦わなかったね、今日何もなかった回だねみたいなのが大好きですなんか声のトーンが変わりましたけどM さんため息ついてるガチ好きなんですね。じゃあお休みの日は何してますか？お休みの日は、やべ、大丈夫かな、なんかつまんない人間かも僕同じことしかしてないかもアニメ見てゲームしてみたいな、ロメジュリのパンフレットとかにもちょうど書いてたんですよ、夢中になることは何ですかみたいな、休みの日にゲームをしますみたいな話をしてて、朝起きて、ゲームしててカーテン開けたら、あ、夜みたいな、あ、暗いみたいな時とかあるんですよ。すごい、本当に引きこもってる時、本気で引きこもってるんで、超インドア派なんですよ僕。ダンスするのにも、スタジオの中だったりするんで、なんか外で踊るとかはそんなにいっぱいはないですけど、特に今ちょっと蚊いるし、蚊いるし季節的に大事だよそこ、蚊いるし大事大事ですしっかり役者の話もしていた、本業の PR もしていた。あ、わかりました。今ちょっとアニメの話してた。そうだった。ごめんね、ごめんね。で、今配信中のアオハライド、はい、はい、参加されていかがでしたか？アオハライドは、そうですね、ワウワウ、僕はワウワウ初めてで、こうアオハライドっていうなんかもう誰もが知ってるような漫画の作品の実写化で、この話僕いただいた時本当にめちゃくちゃ嬉しかったですし、いい座組ですごくいいキャスト陣とスタッフ陣に恵まれて、僕はすっごい素敵な時間を過ごさせてもらったなっていう思い出のある作品で、僕は小湊彩という役をやらせていただいて、はい、まあ我々の大先輩吉沢亮さんも映画でやられてた役ですけど、櫻、はい、井海斗君演じる馬淵浩二
対してすごく愛があって、はい、揺れ動く感情を正してあげる。たまに芯つく、でもたまにおちゃらけてるみたいな、ハイテンションボーイでチャラチャラしたような役なんですけど、でも劇中で唯一じゃないですか、一途なので、白沙羅さん演じる村尾修子っていう役のことがずっと好きなんですけど、もう一途で、ほんと台本読んでもお前一途かよとか思って、原作読んでも一途やなとか思って、逆にこうとか双葉とかお前くっつくねみたいなずっと思ってたんですけど、ハラハラドキドキして、漫画から飛び出してきたっていう言葉がそのまま似合うような映像美になってるので、ぜひ見ていただきたいと思います。共演者の方と、なんか撮影中の思い出とかありますか？あの実際に生きてる学校で撮影したんですよ、はい、だから学生の方もいらっしゃったりとかしてる学校で撮影してたんですけど、はい、我々にお昼の時間に給食入れてくださって、差し入れですって言って、給食、今日は給食でどうぞって言ってくださって、はい、その時にメインキャスト5人全員でテーブルくっつけてカレー食べてました楽しい学生に戻ったみたいだったなと思って、超楽しかったですね。あと、あの田中先生っていう先生が出てくるんですけど、あの EXIT の兼近さんがやってるんですけど、兼近さんがね、本当にカメラ外で笑わせてくるんですよ。僕兼近さんに笑顔を向けること一回もないんですよ、ほぼ、はいはい、なのにだからずっとムスってしてなきゃいけないのに、ライバルですもんね。そう、ライバルなのにカメラから外れた瞬間クイッとかやって、すっげー笑かしてくるんですよね。やめてもらっていいですかとか言って、映ってないところ、全然映ってないところめっちゃふざけるんですよ。でもそうやってなんか場がずっと明るいまま、メリハリもあって、でもずっとこの明るい現場でしたね。で、舞台のお仕事、今ねロミオとジュリエットやってらっしゃるんですけど、はい、この先も何か予定が決まってるんですか？そうですね、あの舞台は今度はあの来年に2月の中旬から始まるインヘリタンスという、これはあのニューヨークのお話で、登場人物が僕も含めあのゲイっていう男性が好きな男性の役のこのゲイコミュニティを描いた、そして3世代に分かれていく、3世代で受け継がれていく意思だったりとか愛情だったりとか、はい、そういうものをインヘリタンスって継承っていう意味があるんですけど、そこを継承していくっていうお話で、で僕はアダムとレオっていう二役をやらせてもらうんですけど、はい、ここが顔がうり二つって、はい、そう、ずもう顔がそっくりで、はい、で別々の人間だけどそこも出会うっていう、面白い作品です。じゃあ何か仕掛けがある。僕もまだどうなるか本当に分かんないんですよね。これさ、2月の舞台でいつぐらい、どのくらい皆さん前から動き始めるものなんですか？僕はこれは12月半ばか。でもオーディションでしたもんね。オーディションいつでしたっけ？舞台もオーディション受けられるんですよね。舞台、ロミオとジュリエットもオーディションです、うん、オーディションといえば、はい、そしてオーディションといえば、はい、僕が気づいたみたいに言いますね。ちょっと待って、はい、え、なんでですか？今上手に繋げられたなって思って、美味しいとこぜひ、すいませんけど、すごい上手に、じゃあ、はい、すいません、はい、ちょっともらってもいいですか？テイク2じゃあ行きましょうか、はい、はい、じゃあロミオとジュリエットもオーディションですし、で、アダムとレオも今回のオーディションなんですけど、はい、オーディションといえば今回、アミューズ、はい、ボーイズオーディション、ノーモアフィルターが開催されます。次戦、他戦、2つあります。公式 LINE で気軽に応募できるので、皆さんぜひ応募してみてください。悩んでたら本当に入るべき、うん、うん、一歩踏み出すその勇気が、その小さな一歩が本当に大きな一歩の大きな羽になると思うんで、ぜひぜひ応募してみてください。僕は一歩踏み出せたからここにいるんで、本当に迷った、でもその勇気って絶対後から返ってくるんで、頑張ってね、みんな。では到着しました。よいしょ。よいしょ、よいしょ。それでは、皆さん、おやすみなさい。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またね。帰宅部、お席です。お
私は覚えています。俺食べてるから大丈夫だよみたいに言ってくれて無視しちゃう。カレーって母親の味みたいな感じじゃないですか。時間見てまだいけんなってヤモニをこう持ってきたら羊羹食べて座長主演って呼ばれることが多いですね座長シンデレラのコスプレをして走り回るチューみたいなしてこれどんどん返していくっていう一緒に年越したんです私竹山さんと。お風呂に炭酸水4本入れるとか。家にまっすぐ帰らないとダメなんですか。タコ弁が違うよ。そうだ今思い出した。私も小泉洋さんクリアドネオンコルフに連れてください。お願いします。チャンネル登録お願いします。